皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは中小企業経営者の3つの悩みというテーマでお届けいたします。先日ですね、仙台に生まれて初めて行ってきました。と言っても仙台にいたのはわずか2時間ぐらいで、本当にとんぼ返りだったんですけども、弊社は4月から郡山市でこう営業を行っているわけなんですが、郡山っていうところは、まあ東京にも近いし、そして仙台にも近いということで、仙台に本社がある、郡山支店というのがね、結構あるわけです。それで、郡山支店に営業に来たんです、ある会社の。そしたら、本社の方に行ってくれと。本社に行けば会長がいるんで、ぜひ会長のところでプレゼンをやってくれということだったので、本社に出かけていきました。そしてですね、その会長といろいろお話をさせていただいたんですけど、中小企業は今、3つぐらい悩みがあると。で、まず1個が、人手不足の問題ですね、人手不足。まあ、これはですね、いろんなところでもう、2、3年前から言われているので、本当にいよいよ、少子化のですね、影響をこう、もろにですね、受けて、求人出してもなかなか来ないと。まあ、そんな現状が続いている。まあ、これ中小企業、特に、切実な悩みになってきました。で、二つ目が、社員教育の問題なんですね。これに関して言うと、要は、やる気とか、モチベーションの話、あとはね、EQ っていうことをね、強く言ってられたんですね。例えば営業の話をすると、例えば営業でテレアポを取って、まあ行く場所があるとしましょう。まあそんなのがあったところで、行く営業マンのやる気だったりとか、EQ では気遣いがどうだとか、人間関係の構築力が昔に比べると非常に落ちていると。で、そこの部分をなんとか解決しないうちは、どんなに営業なんてやったって仕事が取れないよっていうね、そんな話をしてくれました。これが二つ目。そして三つ目なんですけども、三つ目は後継者不足なんですね。これ実はよくわかります。私のですね、周りにもですね、もう70を過ぎて、まだトップの現役経営者で頑張ってる方はいっぱいいるわけなんですけども、よくよく話を聞いてみると、やはり後継者がいないと。実は娘が二人いるんだけど、二人とも嫁に行ってるとか、まあそういうところ非常に多いわけですね。で、そうするとですね、もしですね、経営者が亡くなったりすると、急に亡くなったりすると、会社はどうなるんだと。まあ、非常にそういった危惧感で、リスキーなわけです。で、銀行の方もですね、いろいろ M&A の話があったら、ぜひ紹介してくれとか、私にもね、言うくらいなので、相当ですね、やはり、後継者不足で悩んでいる中小企業の経営者は多いんではないかなと思われるわけです。以上がですね、中小企業の経営者の悩みということで、まずはですね、人手不足。そして二つ目が、社員教育。で、三つ目が後継者不足ということで、なんと三つとも全部人に関する悩みということでした。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。